ある依頼全部貼ってみたよ。この依頼の数だけ困ってる人がいるんですね。あ、これこの度冒険者の見習いを卒業し、初めて遠くの地まで旅をすることになりました。とても長い旅になると思うので、長期間保存できる食料を用意してほしいです。これ受けてみたいです。保存食の調達か。どうしてこの依頼を？どうしてと言われると難しいですが、この人の旅立ちを応援したいと思ったんです。なるほど、うん、レスナにぴったりだと思う。それじゃあこの依頼を受けるってことで。ちょうど錬金術師が役に立てる依頼みたいだしね。普通は行商人から買ったりするんだけど、私たちなら作っちゃえばすぐでしょ。そうですね、錬金術師の腕の見せ所です。素材は確か王都の近くの湿地帯で保存に役立つ薬草が調達できるはず。おお、詳しいね。そんな場所があるんだ。本で読んだだけで実際に行ったことはないんですけど。あ、そうなの？てっきり慣れた場所だと思ってた。魔物とか大丈夫？よかったら私もついていこうか。それはとても心強いですけど、お店はいいんですか？イクセル、ちょっと出かけてきていい？いいぜ。ライザにはいろんな場所に行ってこの世界の情報を集めてきてほしいからな。カフェでの情報収集は俺たちに任せときな。適材適所ってやつだ。ありがとう。じゃ行こっか。はい、採取頑張りますのでご助力いただければ。あ、待ってください。どんどん楽しくなってくるね。